マスター、本当にデスガンと戦うつもりなんですか？マスターが守らなくちゃいけないと思うのはゼリスカなんですね。Oh no! No, no, no! Oh no, please tell me it's not what I think it is. But what's up, guys? Ramen King here, back with another episode of Sword Art Online Fatal Bullet. And oh god, no! Okay, so I looked at the options. I don't know why I did that. And I just realized something. It's given me two choices. I will fight to protect Kureha, or I will fight to protect Zeliska. And then it's like the music stops. And the music stops if you choose her. And then Kureha is saying like Kureha is the one I need to protect. Oh no! God. No! Don't make me choose, game. Because I swear, if one of them dies, I'm gonna kick this game's ass. I mean, who do I choose? Like, do I choose Kureha or do I choose Sokovia or Zeliska? God damn it, game. Oh no! No! Oh no! I mean, fuck it. No. No. God damn it. I'm not happy about this. Master, ここはどこなのですか？私は数秒前までマスターのホームで待機していま。ちょっと、なんであんたがこんなとこにいるのよ。まさかあんたもです。あんたなんかの顔は見たくないの。早くログアウトしなさい。今言ってないわよ。というか、あんたと話す気はないから。ログアウトしないなら。ログアウトならできないわよ。ゼリスカさん、まさかあなたたちがいるなんて。あら、久しぶりなのです。今日はデイジーのOh no, please. Okay, I gotta reset. I have to reset. I feel so horrible. No, I chose Kureha over thickness. Why? デイジーちゃんはフィールドに連れて行かないように管理しているから、それよりあなたたち。デスガンからの脅迫メールをもらったのかな。少しお話し合いをする必要があり。私はデスガンからだから返り討ちにして捕まえてやろうと思ったの。 OK したら妙に細かい指示があって、従わなければ仲間を標的にするって。僕もではあの時の決闘やスコート、本気だった。デスガンと戦う前にとにかくゼリスカさんたちはどこかに隠れていて、死ぬかもしれないよ。覚悟の上よ。私が死んだところで何か問題でもあるの？そうね、悲しんでくれる人はいるかもしれない。でも私が突然死んでも、お父さんやお母さんだってお姉ちゃんがいれば。私はね、そんな存在でいるのが嫌なの。ああ、シット。デスガンを捕まえればリアルでだって認めてもらえるかもしれない。だから奴の相手を譲る気はないわ。なるほど、死の恐怖より自分の欲求が勝ったということか。うわよ。そりゃ逆らえばあんたを守るとかそういうんじゃないから。なんでいつもいい方にばかり解消。私はいい人じゃないの。自分の枠から。お願い、みんなはどこかに隠れて。私が戦って隙を作るから、なんとか脱出してほしい。皆さん、命がけの戦いを前提にしているようだけど、この場にいる全員が。ええ、家に送られてきたの。指定の日時にナーブギアを使ってログイン。ナーブギアが盗まれたってキリトさんが言ってたけど、おそらくその盗まれたナーブギアだろう。どうやって住所を調べられたのかは全く謎だけど。僕もそうだ。まあ、つまりみんなデスガンの誘いに乗って罠にはまったというわけか。罠でも何でもいいわ。だってザスカーの一社員として。ザスカー？君は運営の人間？もちろん。データの閲覧をはじめとして運営。ここではあくまでも一プレイヤーよ。だから今まで何か隠しているようなのは気づいていたけど、てっきり軍人か諜報機関の人間だと思っていたよ。私はただのプログラマーよ。だけど、いえ、GGO で殺人なんて。まさかいたずらだっていう。いたずらにしては手が込みすぎているわ。ナーブギアなんて手に入れようと思っても無理だ。状況がわからなさすぎる。周囲を探索してみるか。リーダー、クレハ君もひとまずはそれでいいだろう。分かった。The clincher. No! How do our weapons actually transfer to this game anyways? GGO ではあんたの影なんて絶対に嫌だから。お姉ちゃんがいない世界なら。そう思って VR ゲームを始めたの。みんなお姉ちゃんの妹じゃない、クレハとして認識してくれる。もっと強くなって。そうしないと多分私は嫌いになっちゃう。大好きな。それなのにこっちはすごく必死なのに。本当に腹が立つわ。あんただけは絶対に死んでほしくないの。意外と似た者同士だったのね。私たち付き合いは長いけど、まだまだ知らないことがあった。さあ、ゼリスカさんたちのところに戻ろう。あんたと2人で話せてよかった。サポートを任せて。No, this game's gonna hurt me, isn't it? ちょっと待って、私一人で戦う。だから、私が突っ込んで敵の情報を探るわ。クレハちゃん一人で勝てる相手ではなさそう。分かってる。でも、最初に脅迫が来たのは私。今は、バカなことをしたって思う。でも、あの時、これでみんなを見返せる。だから、せめて責任は取らせてほしいの。みんな責任というのであれば、ザスカーの一員である私の方こそ責められるべきです。あなたたちは私が守ります。素晴らしい責任感だ。安心しなさい、いつき。あなたも私がまあ言ったな。今までの悪行を全て懺悔したくなる気分だ。あなたの長話は聞きたくないわ。みんな待ってください、私が突撃します。相手はかなりの強敵よ。悪いけど。そうよ、レイちゃんはご主人様をしっかり守んなさい。いいえ、私が。マスター、私もそれがいいと思います。やれやれ、うちのリーダーは。でもあなたが言うと不思議とできそうな気がしてくるわ。指揮は Alright, let's do this. There's no monsters around. Oh shit. What the fuck? The GM. Oh shit. Now this is what I mean by unique boss designs, man. Oh shh. They disappear after they shoot. Okay. Increase my defense. God damn it. This thing's level 80. I'm gonna get my... Okay. Switching out. Okay, keep. And how long do I keep in that spot? Damn it, Rai. Okay, they're done. Come at me, bro. No. 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 Nope, I'm done. No. Y'all pissed me off. No. Okay, please don't die. Please don't die. Please don't die. I'm fucking dumb. God damn it. Fuck this game. Master, マスター。ゼリスカさんこいつは私が引きつける。援護する。ダメですマスター、回復を優先しないと。もう一撃でも食らったら。マスター嫌です。マスターがいなくなっちゃうなんて絶対に嫌です。ここはどこかおかしい。お母さんにアクセスできません。 GGO のメインシステムも反応なし。プレイヤーへのメール送信不可能。完全にネットワークから遮断されている。違う、さっきはアイテム購入が可能でした。アバシス、マスターを連れて逃げるんだ。もう少しで弾切れよ。私たちが時間を稼げるうちに。待ってマスター、私だってやってみせます。I'm pissed still. Y'all made me. 誰か応答を。あれはな。アバシスさん、アバシス、イエイ。アバシスさん、回線接続しました。しばらくはアバシスさんたちがいる場所は GGO ではありません。ただいま。ちょっと待っててね。レイちゃんが GGO からそっちに転送された後をトレース。パパ、準備 OK です。Y'all still made me kill my wife, who you bastards. Oh, we get to choose our final party, I guess. Y'all already know what my party's gonna be. Lizbeth. Straya. You know what? Fuck it. Kureha. Nah, fuck it. アファシス助かる。援護は任せろ。炎上攻め時だ。援護は任せろ。仕掛けてくるわよ。いい感じだね。力を見せよう。嬉しいのです。援護は任せろ。以上ね。いい感じだね。だっとこんなものよ。ダウンしてます。ダウンしてる。助かる。クリティカル。アファ助かる。いいじゃない。ありがとうです。決まったな。グレネードだ。アファシス助かる。サポートするわ。クリティカル。決まったな。決まったな。クリティカル。頑張ったよ。最高です。アパシスマンチス。最高です。レイちゃんありがとう。遅いぞ。いやどうだ。あ、いいじゃない。嬉しいのです。全力だよ。やります。バフです。 God damn it. I'm still pissed. 終わったのマスター。あれデスガンなら、いや、君も知っているはずだ。シュピーゲル、現実世界、そして彼の兄新川翔一が、俺はそれを知らせにログインしたら、ユイからアバシスが消え、君たちとも連絡が取れなかった。それは僕から説明した方がいいだろうね。ここはデスゲームエリア。 GGO とは似て非なる世界さ。セリスカはリーダーを守って死んだ。死んだ？ああ、リーダーたちは今ナーブギアを装着している。デスガンに仲間の命を奪うと脅されてね。そのナーブギアには仕掛けがあってさ。詳しくはパイソン君に聞いてくれ。僕はプログラムは詳しくないし、実は長話はあまり好きじゃない。言ったことなかったかな。僕は魔王タイプだって。まあクレハとゼリスカが来たのは誤算だったけどね。大抵の人だけど、君は僕と君の絆を、君には僕しかいないことを。だけど結果は君が言った通りだった。君は僕を許さないだろう。僕は君を。だから僕は魔王の役を全うするよ。奇跡を見せてくれ。 God damn it. 今は戦いに集中するんだ。君たちが本当にナーブギアを装着しているなら、樹の言う通りここは真の戦場だ。重大違反を確認。 GM 権限を停止します。何のエラーだ。パイソン応答しろ。間もなく本システムは全機能を緊急停止します。プレイヤーの皆さんはログアウトしてください。プログラムにまで増配されるとはね。間もなく本システムは全機能を緊急停止します。プレイヤーの皆さんはログアウトしてください。しまった。みんなログアウトするまで油断するな。必ず返せ。嫌だな、意味のない人殺しをする趣味はないよ。やっと二人きりになれた。でももうすぐお別れだ。また会いに行くよ。そこが仮想か現実か、それはわからないけど。もし君がこの世界の意味を追い続けるのであれば、芽吹いた先にその答えがあるかもしれない。I'm still mad at y'all motherfuckers for making me kill my waifu.前に言っていた政府関連の知り合い、機構課に連絡した。ゼリスカは自宅で確認眠るように死んでいた。原因はナーブギアだ。ゼリスカさん、彼女は密かにデスガの情報を探っていたようだ。でもまさか自分の上司がデスガの手先だとは知らなかったみたいだ。パイソンというプレイヤーに会ったことはあるだろう。彼はザスカーの社員だったんだ。デスゲームエリアを作ったのも彼だし、以前から気に入らないプレイヤーのアカウント停止などをしていたらしい。ただパイソンも自分の部下がゼリスカだとは知らなかったみたいだけど、ナーブギアを送る際にゼリスカのリアルの名前を知って驚いたそうだ。じゃあアルファルドがデスゲームを。いや、今回の件に関係していたのはパイソンだけらしい。警察の取り調べでは樹の素晴らしさを延々と語っているってさ。でも肝心の樹はどこにいるのかすらわからない。アルファルドのメンバーたちを調べてみても誰もリアルの樹を知らないんだ。いや、みんな聞いている情報が少しずつ違うという方が正確かな。住んでいる場所、職業、年齢、意識的に情報を混ぜていたとしか思えない。何それ、じゃあ手がかりは全くないの。それと君たちから警察がクレハのものだけが偽物だった、アミスフィアの外観を偽装したものだったってさ。You're kidding. So basically, I chose Kureha over Zeliska, and it... Are you fucking serious? So if I chose Zeliska, then she would still be alive. なんで？研究施設から盗まれたのは、誰に偽物を送るかについては特に意図されていなかった。パイソンが預かった包みは3つ。それを指定された住所に送っただけだと言っていたそうだよ。ひどい。じゃあ、樹も安全なアミュスフィアを使っていたというわけなのね。正解は樹に聞かないとわからないな。ごくまれに、ナーブギアを隠し持っている人も。おそらく、樹には現実世界でも協力者がいるんだろう。聞こうか、俺からの報告は以上だ。君が落ち着いたら展望台に来てくれないか。君と初めて会った日少し話しただろう。そこで待っている。もう頭がごちゃごちゃ、なんか分かってる。Fuck this game, man. Y'all made me kill my waifu for fucking nothing. 正解なんてないわよ。ごめん、あんたが一番ショックよね。ゼリスカさんとすごく仲良かったのに、あんたがどういう決断をするのか。私はあんたと同じ道を選ぶわ。リアルでも GGO でも構わない。ずっとそばにいるから。今回のことでゼリスカさんにキリトさんたち、それに強さって何なのかを、きっとね、人は大事なものがなければ強く。私にとって本当に大事なのは、大事な人に必要とされたかった。似たから私は強くなれなかった。仮想でも現実でも私たちがしっかり生きていれば、私もあんたもまだまだ弱いけどさ。So if I go back, could I still have Zelkovia? Or Zeliska? Oh. 本当に来てくれたんだ。いや、俺の時は当分誰とも話す気になれなくても。俺の場合は俺がどうしようもなくダメなやつで、俺はいわゆる SAO サバイバーなんだよ。その中でも攻略組って呼ばれている前線にいたプレイヤーでさ、仲間を失ったこともある、人を殺したこともある。あのデスゲームをクリアできたのはみんなの力だ。俺を英雄と呼ぶ人もいるけれど、俺ソードアートオンラインでも他のゲームでもデスガンだけど、アスナたちが支えてくれた。だから決して同情とかじゃなくて、君のおせっかいだったら悪い。でも聞き役くらいはできるつもりだよ。その言葉聞き覚えがある。 VR 空間に過去の全てが記憶さ。君が聞いた声はもしかすると茅場明彦のものかもしれない。そういえば知っているかい。茅場は SAO をクリアされた後に脳を焼き切るほどの高出力スキャンで自分の精神のデジタル化を試みた。成功例のない話だけど、ネットワークの中にあいつはいるのかもな。デスガンの犯人、新川兄弟のうち弟の教授はシノンはここで最強の存在だと決めつけ、俺の勝手な憶測だけど、おそらくいつきもね、君に何かを重ねていた。いや、今思い返せばだけど、彼らは現実世界より仮想世界に比重が傾いていた。おそらく現実世界に失望していたんだろうね。どちらの世界でも俺たちが生きていることに変わりはないのにな。なんかわからないことばかりだな。でもこれだけは自信を持っている。君を大切に思うやつはいっぱいいる。その人たちのことを忘れないでほしい。もちろん俺もその一人だから。マスター、みんながこんなにマスターのこと、それじゃ意味わかんないわよ。あ、いちいち説明しなくてもわかるだろうけど。みんな考えていることは一緒か。行こう。No! I beat the game. Man. Rewind time to save your friend. Rewind time to save your friend. Fall of the Uncrowned Queen. Beat the game with the normal ending. I had to let her die to get the normal ending? Really? Man. Wait, are there two versions of the normal ending? So I have nothing else to do? Do I have to play through the whole game again? God. Wait, no, hold on, what? Forgotten Woods. Oh, this must be the... Okay, so I'm guessing I need to go max everybody out. And once I do that, I can go and get the true ending. But don't... but you know what? I'm actually going to save the game, take a break, and when we come back, we'll be back with more Sword Art Online Fatal Bullet. Hopefully to properly get the true ending. But the next few episodes might end up being a bunch of... Next few episodes might actually end up being a whole bunch of video episodes specifically on character events, just so you guys can see all the character events and all that. And I think in the true ending you actually have to fight Itsuki again. So without further ado, I'm the Ramen King, signing out for another time, another place, and another year. Until next time guys, I'll see you in the next episode of whatever I'm making. Until next time guys.